次に高木道夫さん、高木道夫さん。公明党の高木道夫でございます。私は前回に引き続いて、まずコロナ感染症の治療について2点一括して簡潔に伺いたいと思います。まず酸素ステーションで酸素吸入だけでなく治療に着手できなければ重症化防止はできないと考えます。レムデシビルを使えるようにすべきと考えます。大臣の見解を伺います。またロナプリーブにつきまして、前回私の入院だけではなく外来などにも使えるようにすべきであるとの質問に対して、大臣はまずは日帰り入院で打った後自宅にお帰りいただくよう検討していると答弁されました。重症化予防のためには重症化リスク因子を持つ妊婦をはじめ透析、肥満、喫煙などの基礎疾患のある方に対してロナプリーブを早く投与する体制整備をしていただきたいと思います。検査結果が出たらすぐに投与するというような勝負感を持つべきだと考えますが、大臣いかがでしょうか。田村厚生労働大臣。ロナプリーブですけれども、ご承知の通りですね、24時間以内にですね、インフュージョンリアクションというような形で、緊急の症状が出る可能性があるということでございますので、それに関してしっかり対応をしていただけるような医療機関においてですね、外来ということもいよいよ始めていかなければならないというふうに我々は思っております。その方向で今進めておりますので、外来でもしっかりと、もちろんちゃんと対応いただけるという医療機関でありますけれども、外来で使っていただけるということもですね、早急に進めてまいります。それからですね、もう一点の部分に関して、酸素ステーション等々、いろんなお話がございました。そこでそのレムデシビルを使うというのは非常に重要なことでありまして、酸素吸入だけではですね、症状、つまり重症化をある程度防いでいくためには、中等症で、ある程度こう酸素吸入している方々に、そういうような医薬品を使って治療薬で対応するということも重要であります。これは臨時の医療施設では使えますので、そういうところで、ただし一方で医師看護師がしっかり対応いただかなければならないということがございますので、その体制があるということが前提でありますけれども、もうやられておられるところもございます。臨時の医療施設で、そういうところをしっかりと我々も事例を見習いながらですね、今やっていないところに関してもこういうやり方があるということはですね、しっかりと周知してまいりたいというふうに思っております。高木道夫さん。ありがとうございます。ロナプリーブにつきましても一歩前進でございますが、いずれにしてもこれが早急に体制として、検査で結果が分かったその先速やかに接種でき、投与できるという、ここをお願いしたいと思います。またレムデシビルにつきましてはもう明確にこれは使えるというご答弁と受け止めさせていただきます。実施体制の整備よろしくお願いいたします。そして一問飛ばさせていただきまして、私は今我が党の地方議員から多く声を寄せられております市区町村の役割の明確化について伺います。東京の自宅療養者は2万5000人を超えるなど、災害級の感染拡大の中で自宅療養者を支える仕組みの構築が急務となっております。自宅療養者の方たちからは、なぜ誰にも支えてもらえないのか、そしてまた、生活物資を頼んだら届いたのは、療養生活終わった後だったとか、また9日後に届いてその時には亡くなっていたとか、いろんなそうした、お声があります。この自宅療養者をどのように支えるかという点につきましては、お子さんや介護が必要な方などへの利用調整、また生活支援が必要となるわけですが、これらすべてを都道府県保健所が担うことは不可能です。自宅療養者の生活を支えるために市区町村が積極的に役割を担うことができるように国として私は示すべきと考えます。明確にするのが、厳しいというのであれば、協力要請を何らかの形で明らかにしていただきたいと思います。またその際、自宅療養者を支えるため見守り支援等を行う意欲的な自治体もあります。ただその一方で、住所、氏名などの情報がわからないため支援したくてもできないという自治体の声があるのも多く聞いております。今さら都道府県と自治体と協議をするという時間もまた手間もありません。この都道府県と市区町村との連携につきまして、内閣官房コロナ室から等から昨年4月2日事務連絡が出ていますが、現場ではいまだにルール化されておりません。こうした目詰まりの原因も合わせて正すべきと考えます。市区町村の役割の明確化、そして情報連携の強化について
について大臣ぜひ明確に事務連絡を出していただきたいということをお願いを申し上げます。いかがでしょうか。田村厚生労働大臣。デルタ株でですね、もう感染の状況が全く変わってきているわけで、これはもう世界の有識者がそうおっしゃっておられます。世界中ワクチンで一定程度ですね、感染が抑えられる。これアルファ株までは確かに英国米国極端に感染者減っていったという事例がありますが、デルタ株に置き換わる中で、まあ、元の感染状況に戻ってしまった。結果的にイギリス今8月半ばはちょっと調べてみたんですが、入院率 2% ぐらい、フランスが 5%、 アメリカも 6% ぐらいでありました。日本は 10% ですが、しかしまだまだ感染者が増えていく可能性がある中において、やはり自宅での療養、これはもう我々としてもしっかり対応していかなければ、これは本当に国民の皆様方の健康が守れないという話でございます。でそのいろんな生活の身の回りの対応ということを考えるとですね、言われる通りこれはもう保健所が対応というのではもう限界が来るわけでありまして、自治体のそれぞれ基礎的自治体のお力をお貸しをいただく重要なことだというふうに思っています。これこの2月の改正感染症法、これにおいてもですね、都道府県等が自宅療養等に対して食事の提供や生活支援する場合にですね、これは必要に応じて市町村と連携するようにということで努めなければならないというような形になっております。そういう意味では今好事例がいくつもございますので、そういうものをしっかりと他の自治体にも周知をしてですね、対応いただけるように我々としてもしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えております。高木道夫さん。現場では好事例を読んでる暇なんかありません。従いまして大臣から明確にこのようにしていただきたい、もうストレートな話しか現場には届かないということを強く申し上げたいと思います。まあ、そうしないとやっぱり自宅療養者置き去りにされてしまっている、網の目からこぼれ落ちている、ここをどう支えていくか、これこそ私は政治の責任と思います。大臣事務連絡いかがでしょうか。田村厚生労働大臣。今そういう意味で申し上げたということでございますので、しっかりと事務連絡を出させていただいて徹底をしてまいりたいというふうに考えています。高木道夫さん、よろしくお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございました。次に長津